様ごきげんよう。国際映像メディア専門学校声優アクターズ科声優コース2年生野村鈴香と申します。よろしくお願いいたします。ではでは、今回野村からは母の日のプレゼントのお話です。野村ですね、母の日にというよりも母の日週間で食事を担当しました。あ、食べる方じゃないですからね。3食1週間いや5日間くらいそのお料理たちがこちら。野村、お料理はあまり得意ではありません。えっへんアクアパッツァやおしゃれなパスタなんてもってのほか、野村はもっぱら塩、胡椒、丸鶏ガラスープの素を愛用しています。これではいかんと思い、今回は SNS の皆様にご協力いただいたり、レトルトさんにご協力いただきました。習ったケチャップとソースを混ぜ混ぜしたソースで炒めたお肉は絶品。パンパカ様ありがとう。他の方々もありがとうございました。今度挑戦しますね。今回野村が発見したのはレトルトカルボナーラ。スープによし、パスタによし、グラタンによし、最高。最後に母からのコメントをいただきました。それではどうぞ。美味しくて感動しました。太っちゃった、デベロ、ありがとう。めっちゃ嬉しかったです。ここからは実写、レッツゴー。実写の野村です。今回は野村がハマっている食べ物をご紹介したいと思います。こちら、デン、アンパンマンのミニスナック、ミルクチョコ味とバナナ味です。こちら程よく甘くて、大きさもちょうどよくて食べやすいですよ。おすすめです。そしてそして、もう一つ、デン、はいはい、ドレミちゃん、かわいいですよね。おすすめのアニメです。よかったら食べてみてくださいね。それでは他の皆さんも動画やブログを上げると思いますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、野村鈴香、うたちゃんでした。バイバーイ。